元気ですか？元気があれば何でもできる実況アナウンサーの萩野貴博です。今回のテーマはですね、今現在考える愛機とはというテーマでご案内をさせていただきます。まあこれまでですね、その時々におきまして愛機について考え語ってまいりました。今この時期私が思う愛機とはどういったものなのか、これをですね皆様にご案内をしていきたいと思います。さあそれでは早速お届けいたしましょう。 YouTube を始めましてですね、もう投稿は500本を超えております。で、何度か実は愛機について語ってるんですよ。その時々において解釈も変わっております。成長してるんですねですから今回は今私が思っている愛機についてご案内をしていきたいと思います。まず結論です。結論、愛機とは気を合わせること、もうこれでございます。辞書によりますとね、愛機と引きますとこう出てるんですよ。武術、武道用語であると。一方修験道の気合術にも愛機があり、大統領愛機柔術に活用された。相手の身体の自由を奪う技術として認知されているとあるんです。なんとなく分かったような、なんとなく分からないような、そんな感じじゃありませんか。当初私はね、こんな風に説明したんですよ。愛機を、自分を緩ませると相手も緩む、つまり同調する、同調するから技がかかる、こんな説明してたんですね。まあ、同調ということは気を合わすことですから、ここはね今も変わってないと思うんですよ。ただ当時同調するから技がかかるってどういう意味で言ったのかなと私もわからないんですよ。意外にいい加減に言ってる可能性もありますよね。でその後いろいろ自分なりに研究をしまして、行き着いた先が東平浩一先生だったんですよ。東平先生を研究していくうちに、気というのはエネルギーだということが分かってきたんですよ。東平先生はですね、天地の気というんですよ。天の気、大地の気を生かして合気道であるとか、スポーツであるとか、仕事であるとか、日常生活に生かしなさいと言っておられるんです。つまり全ての分野に当てはまるのがエネルギーなんですよ。ですから気イコールエネルギーだと今思ってます。ということはですね、気を合わすことイコールエネルギーを合わせることなんですね。合気道というのは気を合わせる道なんですよ。ですから武道、スポーツ、仕事、日常生活でも追求していく道なんです。それだけ尊いものなんです。素晴らしい武道なんですよ皆さん。ですから自信を持って合気道やってください。でエネルギーに合わせるというと、なんとなく分かったような分かんないような感じじゃないですか。ですから気というね表現を東平先生はされたんじゃないかなと思うんです。気というのはですね、日本語においてたくさんあるんですよ、ね、例えば元気、根気、活気、気合、気力、気迫、その他たくさんあるんです。気というね単語は、気、東平先生はこんな風におっしゃった。相手の気を読めと、相手の立場に立てとこうおっしゃった。これもですね、相手のエネルギーを読めってことですよ。相手が何を思っているのか相手の立場で考えろってことですよ。これをやっているのが合気道なんです。だから尊いんですよ。さてそれをですね、今度は武道、戦いの世界においてもですね、当てはめてみるとこんな感じになる。気を合わせるってことですよ。合わせです。ついてくる、蹴ってくる、掴んでくる、そこに合わせてあげるってスタンスですよ。例えばついてくるのに抵抗して突き返すとかね、蹴ってくるのに蹴り返すとか、掴んでくるのに掴み返す必要はないわけですよ。踏ん張る必要もないんですよ。行きたいところに行かしてあげればいいんですよ。これが合わせなんです。ただね、ついてきた、蹴ってきた、どうぞ蹴ってくださいってその場で言うと痛いでしょ。
痛いからかわしてあげるんですよ。かわせばね、まっすぐな方向に行きたいんであればまっすぐ行きますよ。まっすぐ蹴ってくれるんであればね、まっすぐ蹴れますよ。行きたいところに行かせてあげるんですよ。掴んできた、引っ張ったら押してあげればいいんですよ。逆らわずに押してきた、体をかわして投げてあげればいいんですよ。ですから相手の力を利用すればいいんです。合わせなんです。これが合わせなんですよ。具体的にはですね、相手十分の円の外に出してあげるってことですね。大先生こう言っておられる。自分を中心に円を描く、その中は強いんだと。だからその外に出してあげればいいと。さらに富木健二先生は肘の下に水線を下ろす、そこに円を描く、この範疇は強い、だからその外側に、円の外側に出してあげる、いうふうに言ってらっしゃる。つまり合わせれば相手は勝手に円の外に出てくれるんですよ。勢い余ってまっすぐついてくればまっすぐ行きたいんですから、標的がなくなればバランスを崩しますよ。前蹴りの場合もそうです、同様ですよ。対象がいなくなっちゃうんですから、バランスを崩してしまう、そこを狙うんです。要するにつまりこれが崩しってことです。崩し、そして自分の中心に相手を誘導すれば技を容易にかけることができるってことなんです。攻撃する気持ち、動きに合わせろってことですよ。合わせです。合気道は線の線でもない、五の線でもないです。合わせなんですよ。合わせ、理論的にはこういったことです。理論的にはね。だからできるまで訓練するのが合気道の稽古なんですよ。これを訓練していくんです。合わせを訓練し、そして崩しを訓練していくんですよ。出してあげるんですね。これが気を合わせるってことです。エネルギーに合わせるってことです。これをですね、日常生活に役立てることが気を合わせる道なんですよ。私そう思ってる。ですから一生かけて追求していく価値があるんですよ。皆さん自信持っていきましょうよ。死ぬまで修行、そういったものを提供してくれているのが実は合気道なんですよ。知識だけではダメなんですよ。実践してみせるんです。示してみせないと相手は納得しないんですよ。子供にそんなこと言ったって、じゃあお父さんお母さんやってみてよ、できなかったら信用しませんよ。相手もそうですよ。だから私はいつも言うの、実践してみてなきゃダメ、実用できなきゃダメって言ってるんです。これは心身の統一と同じですよ。心もそう。今回ご案内したのは心の部分かもしれない。でもそれを今度実の部分としてやっていくのが合気道の稽古である。今はね、自然との共存って言うでしょ。一昔前は公害問題だったんです。水俣病があった、そして空気の汚染があった、いろんな問題があったんですよ。そしてある時に人間が気がついた、これじゃまずいぞということでですね、今自然との共存が歌われるようになったんですよ。地球というこの星はですね、人間のためのものじゃないんです。動物だっているんです、植物だっているんです。自然と仲良くしないとダメなんです。だから時に、おい人間どもよ、いい加減にせいやということで自然様がお怒りになられる、これが天才です。こういったことなんですよ。ですから常に共存していかなきゃならない、相手の気を読まなきゃならないんです。気を合わせていかなきゃならないんですよ。自然の気と合わせていかなきゃならないんです。ですから自然との共存が必要となってきたということになるわけです。で、知識だけではなくて実際にやってみせる、これが大事ですよね。ということでね、今回は今私が思っている合気とはというテーマでご案内をさせていただきました。結論といたしますと、気を合わせる、気というのはエネルギーですから、相手のエネルギー、天地のエネルギー、ね、全てのエネルギーと合わせるということではないかと、そんな風に思っております。今回は今考える合気とはというテーマでご案内をさせていただきました。この辺りでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野隆彦です。よろしくお願いいたします。バカさん。